的地に向かいます。そこを左に曲がって突き当たりの T 字をさらに左だ。ウーラ、これはどうでしょう。頼みます。
こいつはきつぜ。切り裂く。そこだフェリー。ガンガン行くぞ。これは効きますよ。アーツで弱点がつけます。炎に我らに息吹を。バーサー、こいつは効くぜ。頼みだダイヤ。そうだよ、頼むアニエス、頼んだ。いやー、ごめんなさい。フェリちゃん、ターゲット捕捉、逃がしません。バーサおまけです。よし、上出来た。決まりましたね、バーサ。操作レバーから邪魔なコンテナを動かせそうですね。セアストレージ最大です。敵のセアやるかはぁ、始めるか。敵のセアどうかご心中。シャードブーストのチャンスです。そこだ、行きます。やぁ、これは危
行くぜ。
くぜ。そこです。よし、上できた。決まりましたね、バンさん。おまけです。
さん、お願いします。おー、いい作業。後期です。エイゼン、もらったチャンスだ。お決まりよ。おまけです。チャンスです。エイゼン、それもらったスタンだ。ベルちゃん、エイゼン、もらった。バーサ、お決まりよ。おまけです。頼む、アゲス、それやっ、もらった。これからも頑張ります。一息つけそうだな。許せ。セイやホアンたちをあんな風にしたお前らをか。そいつは慈悲深き天上聖母様のお仕事だな。俺の仕事は聖たちの仇のてめえらをまとめて煉獄行きにしてやるだけだ。またてめえらか。聞いた口よ。どうしても邪魔するってんなら、まずはてめえからだ。舐めてんじゃねえぞ、スプリガー。私が相手です。ドライブを開始します。初速最大です。決まってくよ。炎よ、我らに息吹を。チャンスだ。炎よ、私に力を。やあ、とどめです。イグニスランペース。チャンスだ。上限アップです。こっちだ。そうだそうだ、それ通しません。Yeah.
派手に決めるぜ。舞い上がれ。ホームランブ。まずいな。クルーブースト全開よ。目障りなんだよ。こいつは効くぜ。目障りなんだよ。呪いぜ。クリア。後期です。最大です。邪魔せんじゃねえ。炎よ。炎のカゴ。ドライブ開始。
さん助かったぜ。望むところです。これは効きますよ。そこだ。そこです。ソン、ソラよ、サンだ、行くぜ。こいつは効くぜ。なめんじゃねえ。ドライブ開始。ソラよ、ソレ、助かったぜ。チャンスだ。呪いぜ。クライナー、そこだ、フェリー。これは効きますよ。行きます。やっ、私が相手です。これはどうでしょう。はあ、こいつは効くぜ。切り裂け。大きな500。それ、アニエスさん。いい加減にしやがら、アーロン・アイ。こいつらは駒だ。始末したところで意味はねえ。そんなことをしてもてめえのうさばらしになるだけだ。それがてめえの敵討ちか。目を見開け、耳を澄ませろ。怒りで思考を曇らせるな。あの怪しい霧は何だ。アルマータは何をするつもりだ。こいつらの背後に一体どういう陰謀が隠されているか、それを全部暴き出せ。それこそが大切な仲間に手向ける本当の敵討ちへの筋道だろうが。そこまでだ。おしゃべりは感心しないね。見るな。なるほど、アルマータの幹部だな。正解だよ。私はビオーラ、ボスのお気に入りにして右腕さ。今のお気に入りはメルキオールだと思ったが。黙りな。俺はアレクサンドル、同じくアルマータ幹部の一人だ。お前がメルキオールと絡んだ裏解決屋だな。不本意にだがな。幹
部の人がどうして自分の仲間を。仲間？めでたい嬢ちゃんだね。この者たちは捨て駒、不要になったから片付けただけだ。そうか、てめえらが、てめえらの仕業なんだな、生たちをあんな風にしたのは。ああ、雑魚ばっかりでつまらない仕事だったけどね。よせ、くさばれ。甘いね。好きだらけだ。ニードルガンか、えぐいのを使ってやがるな。そっちのあんたは軍隊上がりか。へえ。そちらもかじっているのは東方武術だけではない。さてね、どちらも達人クラスか。ちょっとばかりきつそうだな。なんとかこいつらだけでも。あんたらを始末するのは指示には入ってないからね。この場は見逃してあげるよ。明日からの兵友へとの決戦の前にコートから去るという、その者たちのような血と肉塊に変えられたくなければな。待ち、ゆかれ。ダメです、アーロンさん。俺は、あいつらを。いいね、そういうあがきは嫌いじゃないよ。怨嗟と憎悪は受け止めよう。その気なら戦場で待っている。
ならその足場、俺が用意してやるよ。依頼だ、スプリガン。アーロン、目を覚ましたの？無茶しちゃダメだって。ヘイウェもアルマータも腹に一物二物あるみてえだ。だが俺は認めねえ。あいつらが死んだってのにくだらねえ駆け引きなんだ。だが俺はどこまでも半端もんだ。生きがって一人で突っ込んで、挙句の果てに返り討ちにあって。さっきだってあんたと共闘してりゃ連中に食い下がれたかもしれねえ。あの半グレどももあんな終わり方をさせることなく、生かしたまま落とし前だってつけさせられたかもしれねえ。あ、アーロンさん。あんた裏解決屋なんだろ。あいつらがお袋が愛したこの町のモヤを晴らすためにも。頼む、奴らをこの手で追い払うのを手伝ってくれねえか。アーロン、タグ、やっと素直になりやがって。条件がある。条件だと？ああ、殺しはなしだ。あの幹部どもも完全撤退させるか、兵ゆえに引き渡すだけにしろ。敵討ちも許さねえってのか。兵ゆえ入りしてるなら止めねえよ。手伝いもしないがな。だがお前は何者でもね、ケツの定まってねえガキの手を染めさせるのは流儀じゃないんでな。バンさん、やっぱりバンさんはバンさんですね。わかった、どうか頼む。私はパパたちの動きを探ってみる。無駄かもしれないけど、いえいえ、もこっちも裏のつてで情報を集めてみるよ。ま、あんま期待すんなよ。ああ、所詮は副業、期待半分にしておくぜ。アーロン、無茶するなとは言わないけど、ちゃんと生きて戻ってきなさいよ。死んだりしたらユエファおばさんに代わってどやしつけてやるんだから。足りねえだろ。